札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの21回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、ナイトゲームはね、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで50試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。今日これがプロ入り初打席となる山本。ヒットでランナーを1塁に置いています。今日の先発ピッチャーは杉浦、ここまで7勝をマークしています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで先制されてしまいますね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。全くその通りですね。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。さあ、そして打席にはブライアント入ります。彼はしっかり抑えておきたいですね。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、打ちました。スタンド一直線、ライト突き刺さった。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ、これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ先制を許します。2対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ2点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところです。バッターは注目のルーキー、ドレイパー。昨日のゲームでホームラン2本を含む4安打を記録しています。ファイターズ初回から打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、センターオーバーのヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。打った、高く上がった、頭上ぐんぐん打球入った。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ファイターズ追加点を許します。4対0。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは羽田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ファイターズ初回から相手打線に捕まっています。これが2球目。打った、高く上がった、これはどうか、センターオーバー、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました。いい打球だ、大きな打球になった。レフトバックする、入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。バッターは注目のルーキー、牧。昨日のゲームでは4安打を記録しています。ツーアウトになっています。初球大きく外れています。2球目打ちました。センターに強い打球。さあどうだ、追いかけますが頭を越えました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。ツーアウトランナー2塁。打順はトップに帰って新井。ファイターズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど。打ちました。ヒットになった。セカンドランナー3塁を回った。セカンドランナーホームイン。
バファローズ1点追加します。7対0、ファイターズなおもピンチです。バッターボックスには2番山本。ファイターズこの回先制点を与えています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。外れていきます。ストライクが入りません。ストライク打ちました。阿部一塁送球します。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。7対。これから2回バファローズの攻撃。さあマウンドを任されたのはクモン。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ西さん、序盤ながらこの展開で変えてきましたね。そうですね、この試合展開ですからね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。次が3球目。いい当たり、これは大きい。伸びていく、外野へ。まだ伸びている。右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー2塁です。まず何を投げてくるか。まず変化球決まってワンストライク。2球目打ちました。この打球はフライになっています。中田が抑えています。ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターは6番、ただ先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。バッターの羽田、今シーズン得点圏での打率は5割9分。引っ張った、打球はレフトへ。ここは打ち上げています。杉谷が抑えて3アウトチェンジで。小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点を。初球打ち、松本取ってアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。8番バッター水口、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。久保、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のファイターズの先発は序盤大量失点で交代した杉浦。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。ファウルになります。ジャストミート、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。満々の中、左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。バッターボックスの新井、今シーズンの得点圏打率は5割9分2厘となっています。打ちました、高く上がった、ライトセンターバックバックバックする、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。8対0、ファイターズなおもピンチです。バッターは2番山本。まずは変化球から入りました。さあ2球目は何か。2球目打ちました。ここはフライになっています。キャッチャーが構えます。鶴岡が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。3番バッターブライアント、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。次が2球目、打ちました。これは浅いフライ、ここは打ち上げています。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。バッターのドレイパー、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打席でも余裕が感じられますし、力みのないいいスイングをしてますよ。打ちました、浅いフライ、ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがライト掴んで2アウト。バッターは DH 金村、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。2球目は何で来るか。変化球を振らせました。あっという間に2ストライクです。打ちました、これは浅いフライ、ライン際に打球が飛んでいる。
ファウルです。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。打席には6番バッター羽田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体は走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。打ちました。レフトが追いかける。ぐんぐん打球入りました。ホームラン。ツーランホームラン。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。バッターボックス古久保。アウトコース決まってストライク。打ち上げました。ファールグラウンドへのフライです。構えます。変化球に泳がされて取りました。アウト。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加。5回の表。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね。もうこれ以上点をやったらもうゲーム。打ちました。浅いフライ。ライン際に打球が飛んでいる。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。水口、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー二塁です。バッターは9番牧師。まあファイターズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。打ちました。ショート取った。一塁へ。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は1番に帰ります。バッター新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。4球目は何で来るか。打ちました。右中間に強い打球。この当たりはどうか。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット11対2になりました。ファイターズ。ファイターズピッチャーが変わります。左バッターが続く。さあマウンドに上がったのは加藤。今シーズン17試合目の登板です。前の登板では勝利投手になっています。ファウルになります。打った。打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスは3番ブライアント。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあピッチャー立て直していけるか。これで3試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。打った。右中間に大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウト三塁二塁です。バッターボックスには指名打者の金村。先ほどの打席はデッドボールでした。バファローズこの回7人目のバッターになります。これは変化球。バッターの金村、今シーズン得点圏での打率は5割。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフト下がっていく。そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ファイターズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。打順は6番羽田。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、初球は変化球から入りました。打った。抜けていきます。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。ファイターズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは生ため、今シーズン22試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球打ち、これはどうだ。渡辺。
二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは8番水口。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ファイターズ厳しい展開で6回を迎えています。低めボール。まあ、ここはバッターの狙いがわからないならアウトローのストレートですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。これは浅いフライ。この打球はフライになっています。5球目打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。打席には9番バッター牧。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトローを外れます。3球目は何で来るか。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここは打ち上げています。打順はトップに帰って新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいです。初球打ち伸びていく。外野ヒットになりそうだ。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで5打席連続のヒット。ツーアウトランナー二塁。打った。大きな打球になった。これはどうか。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。バッターボックスドレイパー。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー三塁一塁。まずは変化球。外の低め見極めます。3球目打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱり3ベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット。打ちました。レフト下がっていく下がっていく。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは7番古久保。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。これは落下点に入ります。ストレートに詰まってファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターボックス水口。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。ストライクです。真ん中へ。ノーボールツーストライクです。打ちました。内野を抜けていきます。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。打順は9番牧。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。
まあ、得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。これで3安打猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。インサイド落ちました。強い打球切れました。ファールボール。打ちました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。ファイターズなおも2塁1塁のピンチです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど。バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。痛烈な打球、高い打球、ライト入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところしっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ファイターズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球甘いコース、バットが出ませんでした。ファウルになります、まあ、ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。なるほど、そうですか。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5連打、ワンアウトランナー2塁となりました。さあマウンドに上がったのは石川。今シーズン40試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。この球は来るのが分かっていても手が出ません。打ちました。これはどうだ。一二塁間を破る。バックホームする。これで6連打、ワンアウトランナー3塁1塁。バッターは DH 金村。今日は盗塁を決めています。ヒットでランナー3塁1塁に変わっています。牽制、一塁はセーフ。わずかに左に切れました。ファールボール。外の低め見極めます。さあ勝負してくるのか。引っ張った。松本ホームに送球。本塁タッチはアウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った。センターに大きな打球。センターバック、センターバックする。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズなおもピンチです。打席には7番バッター古久保。打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。西川が掴んで3アウトです。しかしこの回は8回まで来ました。バファローズの攻撃。打席には8番バッター水口。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ここは注意しないといけませんね。打ちました。浅いフライ。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスは9番牧師。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。三塁線よく取った。これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども逃げずに思い切って攻めていく。初球打ち。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。打席には2番バッター山本。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい。打った。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてボールはそのままフェンスに直撃。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。ファイターズ
もうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。これはどうか。破りました。センター前、三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。ファイターズもうこれ以上点はやれません。バッターは4番ドレイパー。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには指名打者の羽村。今日は盗塁が1つあります。バファローズこの回7人目のバッターになります。最初は変化球できました。これが2球目。インコースに持っていきました。これが3球目。打ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。これが4球目。ファウルになります。落ちる球。打ち上げた。これは浅いフライ。ここはフライになっています。6球目打っていきましたが最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。しかしこれから9回バファローズの攻撃です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルになります。インコース空振り。ノーボールツーストライク。打ちました。これはショートライナー。打順は7番古久保。今日はホームランを放っています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。ワンアウトランナーありません。ドカーンと大きな当たりです。高い打球センターの入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。フォークが真ん中に行ってしまいましたね。はい。打順は8番水口。今日は盗塁を1つ成功させています。初球大きく外れています。真ん中決まった。さあ3球目は何か。ファウルになります。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスには9番牧。先ほどの打席は内野安打でした。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制。ランナー挟まれた。2塁送球。2塁を送ります。2塁タッチはアウト。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく下がっていく。レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで3連打。ツーアウトランナー二塁。打順は1番に帰ります。バッター新井。今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを二塁に置いています。この打球は切れました。ファウルボール。さあ2球目は何か。ファウルです。さてバッターボックスの新井、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね。打ち上げた。これは面白い当たり。このフライはどうだ。落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。
中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バファローズ追加点を挙げました。ファイターズなおもピンチが続きます。2番バッター山本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ふわふわっと上がった。ここはフライになっています。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。